Let's go! アイドル英文法第20回目助動詞館。皆さん楽しく英文法を勉強していますか？今日も目から鱗の英文法を頑張ってマスターしていきましょう。今日のテーマは助動詞 Can。 キャンができるってイメージですよね。今すぐそのイメージをやめたまえ。 Can の本質は潜在的にいつでも起こるなのです。 Now can speak English といえば、弓機能はいつでも英語を話せる能力、つまりポテンシャルがあるわけです。 It can be hot。 熱くなるポテンシャルがある、つまり熱くなることはいつでも起きるから can が使われるわけです。今日は助動詞 can を紹介しました。 can のイメージはポテンシャル、能力があるから can が使われる理由です。似た表現に be able to がありますが、これは過去に何々できたといった一回限りの成功を表すときに使います。どちらも覚えておきましょう。明日は助動詞マストを紹介します。ぜひお楽しみに。明日まで待てないという人はチャンネル登録、チャンネル通知設定をお願いします。